日本から自由が滅びるということだよ。それはそうですよ。しかし君たちも覚えてるはずだ。岐阜の強兵に遭われた時に総理は何て言われたか。稲垣死すとも自由は死せる。まだその言葉も消えぬうちにその自由の党を解党しようとは何事だ。僕は信じられんよ。信じたくないよ。総理も苦しい立場に立たれているんですよ。退職を望んであえて申し上げたんです。23年には国会も開設されます。政府もそれを公約してるじゃありませんか。国会は結構だ。そのために我々もやってきたんだよ。ところが君、伊藤参議院はその国会の壁と風車仕込みの専制主義で我々の主張する人民の権利を蹂躙した禁定憲法を押し付けようとしてるんだ。ここで我が党が回答すればどうなると思う。まんまと奴らの躍動中のものになるだけじゃないか。それをご存じない総理ではないはずだ。しかし先生、これ以上戦って打ち続く迫害に耐えられますか。弾圧がひどくなればなるほど各地で憤懣が激発します。加賀山や福島や群馬で起こった惣状や一揆はみんな政府転覆の陰謀として処刑されます。いたずらに犠牲が多くなるばかりじゃありませんか。それは卑怯な言い逃れに過ぎない。天井君、僕はもう帰る。今夜新橋を立つ。僕は君や中江を頼りにしておったんだが、こう対立してしまってはいかん至極だ。我々は反発政府に売らないでください。伊藤に我々の船までしゃぶらせないでください。我が党には15万の同志が全国におり、その意向に従う。いや、その前に総理、総理の決意を示してください。失敬。先生、自由党は解散するんですか。多分そうなるだろう。だがまだ絶望じゃない。総理のお考え一つでこの大会はどうにでも動くの。総理、自民の降伏を願い、その運動に全てを捧げて戦い通して自由党の高貴ある歴史をもう一度考え直してみてください。その高貴ある歴史を左右するのはひとえに総理です。総理の一挙手一投足にかかってるんです。総理は我々に屈服しろとおっしゃるんですか。今日この席上を我々の新たなる出発として構成させてください。どうか発展させてください。頼みます。我が輩が今日の大会の決定者じゃない。歴史が決定するんだ。諸君は今日のこの事態をどう思うね。そこをよく考えてもらいたい。総理、一度も間違えております。ご指摘ください。総理、自由のために、人民の幸福のためにお願いします。願います。元気を出してください。党は解党しても先生がお元気で確信持っていらっしゃる限り大丈夫です。これからが先生の本当のお仕事じゃありませんか。ありがとう。今の場合君の一言一言が千万の味方だよ。寺山君、君もしっかりやってくれ。
で先生官僚の意のままだ。弓矢やからの意気だ。日本の歴史は100年遅れたぞ。先生、世の中というものは難しいものですのね。正しく生きようとすることは苦しいことだよ。私が田舎で考えてたことは甘い子供の夢でしたわ。現実が何もかも理想通りにならないということがよく分かりました。君のような人をすっかり惨めにしてしまったね。でも私は失望いたしません。先生がいらっしゃる限り。平山君、僕と一緒についてきてくれるか。はい、どうぞ連れてってください。これからの弾圧はますます苛烈だ。どのような事態に遭うか分からないよ。分かってます。そうそうか。僕は君を愛してるんだ。相変わらず閣下のグラスは庭を恐れ入りました。おいおい、衝撃の悪いこと言ってもらっちゃ困るよ。伊藤と俊美、買収なんかした覚えはないよ。稲垣がわしの意見に折れたまで。自由党も回答すれば、あとは死に滅裂です。だが、思いたちがあくまで頑張るというとこじゃ。あと人混みです。苦し紛れに何をやらかすかわからんから、ここに産地が山ですが、軍隊出動をお願いするようなこともございますまい。見えになりました。遅くなりました。いや、ご苦労。閣下、今話をしておりました早瀬です。骨を折ってくれてるそうだな。よろしく頼む。黒いたちの動静は分かったか。はっ、やはり秩父に参りました。平山栄子も一緒です。かっか、飛んで火にいる夏の虫ですよ。この際みんな牢屋に入ってもらうから煩わしく困る。それに金を貸し付けて繭を買い上げているのは町の二三の製紙会社なんですが、寒さが厳しくて怖えられる。介護はコロコロ凍え死んでしまう。会社はそんな事情など全く考慮せずに無事に電車の金を回収しようとしているんです。男たちを工場内に監禁して食うものもろくに食わせず夜死ぬとなく働かせる。まるでドライバー。そんなの変態だ。必要手段を取る以外にないんです。それだからこそ工場を脱出して娘を連れ帰ると騒いでおります。事情はよく分かったが、君たちのこの騒ぎはどうしたんだ。無論我々は人気用のために立ったんです。
役所は。